日本初の免震技術を採用して建設が進む中央区京橋の再開発ビルの内部が初めて報道陣に公開されました。想定される首都直下地震でもほとんど揺れることはないということです。超高層建物は強い風が発生したときには地震と同じぐらい揺れるためロックをかけているということですが、大地震が発生したときにはロックが外れて揺れを吸収する仕組みを日本で初めて搭載しました。この仕組みは強い風や震度5強までの揺れには針と針を適度に固定して振動を和らげますが、大地震のときには自動でロックが外れ免震構造として動くというものです。関東大震災や今後想定されるマグニチュード7クラスの首都直下地震が起きてもほとんど揺れないということです。その他、帰宅困難者の受け入れスペースを合わせて4000平方メートル用意するなど、防災対策に力を入れました。この京橋エリアで、いろいろな人たちを受け入れるという地域を挙げて、そういう方々を受け入れていこうという面ではですね、やっぱり皆さんと一緒になってこの地区をそういうことで盛り上げていきたいなというふうに思っております。この建物は来年10月に完成する予定です。東京商工会議所が先月1800社を対象に行った調査によりますと、災害時用に全従業員の3日分の備蓄を行っている企業は半数ほどにとどまり、なかなか災害対策が広がっていない実態が明らかとなっています。